時は昭和、場所は永田町、自民党田中派の若手議員が筒の出せに引っかかった。方々から金を集めましたが、どうしても100万円が足りない。そう、選挙で借金まみれや。このスキャンダルがバレたら議員も辞めなあかんかもしらん。これはまずいことになった。ここは一つ親父に相談や。派閥会長の田中角栄に電話をいたしますと、すぐに事務所に来いとの命令。これは怒られるぞ。思いながら事務所に向かうと、でっかい封筒を渡される。家に帰ってこの封筒を開けてみると、中から100万円ではなく300万円が出てきたのでありました。この300万円の間に1枚のメモが挟まっている。必ずトラブルは解決しろ。最初の100万円はトラブル解決に使え、次の100万円はトラブル解決で世話になった人間にお礼として使え、そして最後の100万円は万一次のトラブルに巻き込まれた時に使え。この金は一切返済不要、田中角栄と書いてある。この若手議員はこの後田中角栄の忠実な顧問になったという。田中角栄のお金の使い方の一石でした。どうもありがとうございました。